ダゾーンモーメンツ。 J リーグのスーパープレー、スーパーゴールが購入できるダゾーン初公式 NFT。 J リーグの NFT が数量限定で続々発売中。興奮を集めよう。ダゾーンモーメンツ。皆さんこんにちは。番組 MC の久瀬亮介です。そしてこの番組の解説といえばもちろんこの方です。元サッカー日本代表、そして FC 岐阜の監督も務められました戸塚哲也さんです。はい、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さらに今回もアシスタント MC トリプル G のメンバーが来てくれました。今回は七尾ちゃんです。こんにちは、よろしくお願いします。今回は2度目の出演ということで、前回よりもラフに噛まずに頑張りたいと思います。お願いします。はい、楽しみにしてます。以上のメンバーで頑張ってお届けしてまいります。まず早速ですが、番組から素敵なプレゼントがあるんですね、七尾ちゃん。はい、今回のプレゼントは田中純也選手のサイン入りユニフォームを抽選で1名様にお届けします。応募方法は番組の最後にお知らせしますので、最後までお見逃しなく。はい、ぜひ皆さんお楽しみに。さあ、それでは早速ですが、今回の戸塚の格言、はい、いきましょうか。はい、お願いします。今回はですね、こんなになってます。セカンドステージ。おー、さあこの言葉がどんな意味持っているのか、早速試合の模様を見ていきましょう。まあ、本当に前で出たら本当に結果というか目に見える形でチームに貢献したいと思ってたので、まあ、それが早い時間帯で先制点取れて、まあ、全体の内容としては苦しい時間も多かったですけど、まあ、勝つためにみんな献身的にできたので勝利につながったと思います。田中選手が僕にいいボールくれたんで、うまく相手剥がしてシュートを流し込めたので、まあ、良かったです。近道はないというか、選手が本当に一生懸命、まあ、みんなつるまで走るというか、そういう姿勢は見せてくれましたので、そういうところはまあ大事にして次につなげていきたいなと思っています。という結果でした。はい、さあここからは戸塚さんと差し通ということで、はい、いろいろお聞きしていきたいんですが、うん、はい、まずこういったお便りが来ていますのでご紹介します。岐阜市のトムさん、ありがとうございます。7月3日に妻と FC 今治の観戦行きました。連戦連勝、6月負けなしだったので期待していましたが、0対5まさかの惨敗。勝負事なので負けることはあると思いますが、なぜこのように全く違うチームに急になってしまったんでしょうか、戸塚さんということで。いや、これね、すごい難しいんですけど、はい、前回の時に、はい、私申し上げたんですが、はい、やっぱりね、その弱い格下のチーム、うん、上のチームだけじゃなく、はい、下のチームもケアしなきゃいけないと、はい、それはどんなケアかっていうと、はい、やっぱり心のケアなんですね、うん、やっぱり自分でその確かに相手の方が格下かもしれないけども、そんな簡単には勝たせてくれない、うん、でそういう気持ちが11人中、うん、例えば3人いてもダメだし、もう5人いたらもっとダメ、はい、もう立ち直れない、うん、なんかそんなようなゲームにちょっと見えましたよね。立ち上がりには毎試合チャンスがあって、うん、そこが決められなくて、ね、失点がこう重なってしまったというのが、そういったメンタルのところもあるんでしょうか。はい、うん、そうですね、うん、いやそんなことはありえないっていう、なんていうのかな、はい、その運もあるんですけども、でもそれも引き寄せてしまうのは、うん、やっぱり選手一人一人の、そのやっぱり集中力、うん、はい、っていうことが本当に大事なんですよ。そうですね、本当に経験しましたから。本当ですよね、はい、大一番というのをたくさん、はい、経験してらっしゃる戸塚さん、大学生にまで負けましたからね。ベルディがですか。はい、そんなこともあるんですね。はい、そう考えると監督交代以来、まあ、節目は勝ってきた、うん、交代初戦だったり、はい、負けちゃ終わりっていうところも取ってこれたんですが、はい、その後3連敗してしまった、これが痛かったですね。そうですね、だから
まあ、柏木が怪我でね、はい、出れなくなったっていうこともあるんですけども、うん、やっぱりこのチームを誰が牽引していくか、はい、引っ張っていくのか、その辺がやっぱりこの 3試合は見れなかったですよね、うんうん、やっぱり庄司が中心となっていくのか、はい、やっぱりじゃあキャプテンマークを巻いてる人間が声を出すのか、うん、フレイレであり、うん、そういうところが少しこう、うん、なんていうのかな、足んなかったような気がしま す, ですね。しかしそれを食い止めることができたのが、まあ、讃岐戦の勝利ですが、はい、まあ、これはまずよく勝ったということでしょうか。まあ、そうですね、はい、このある意味どっかでね、うん、消さなきゃいけないところなんで、うん、まあ、早めに消せて、うん、まあ、後期、はい、始まったばっかりですから。なるほど、そこで先ほどの格言が出てくるんですね、はいはいはい、ここで戸塚のアドバイスを聞け、うん、セカンドステージ、まあね、はい、今のサポーターの方たちは、はい、若い人たちはね、知らないかもわからないですけども、はい、昔 J リーグが始まった当時はね、はい、ファーストステージ、はい、セカンドステージって分かれてたんですよ、はい、で年間王者も決めたんですよね。そうなんです。そういう、まあ、システムだったんですけども、はい、もう、まあ、今の現状でね、はい、じゃあ J2 に、昇格っていうのはなかなかこう難しいんで、うん、もう前期と後期っていうかね、うん、もう切って考える、うん、はい、でチームからも、まあ、セカンドステージ後期、はい、まあ、優勝という、はい、優勝ではないんですけども、はいはい、1位だったらなんか賞金が出るとかね、うんうん、なるほど、そういうモチベーションで、はい、なんか選手にね、はい、人参作戦、はい、やってもらえたらいいかななんてね、うん、はい、思ったりなんかしますけど。確かにそうですね、社長コメントが発表された中に、うん、はいはい、来シーズン以降も見据えてという言葉がありました、うんうん、そういった意味では後期を、まあ、セカンドステージとなぞらえて、はいはい、例えば相模原が昇格した年って、うん、8位か9位だった、そうですね、相模原が、はいはい、後半も負けなしで上がっていったんで、うん、そういったこともあるかもしれないですし、はい、そういう可能性もあるんで、うんうんうん、ただその数字ばっかり追ってると大変なんでね、はい、もう後期は後期というふうにもう割り切ってやってもらいたいなと思いますね、はい、じゃあ後半戦の、まあ、セカンドステージが開幕したと仮定して、そう、まず一勝しましたね。そうですね、もう開幕、はい、勝利で飾りました、うん、FC 岐阜のセカンドステージに期待するところ、あと16試合ですから、そういうことですね、はいはい、大きな目標が楽しみです、できました、はい、ということで我々も気持ちを新たに全力で応援していきましょう。それでは一旦 CM です。ダゾーンモーメンツ、J リーグのスーパープレー、スーパーゴールが購入できるダゾーン初公式 NFT。 J リーグの NFT が数量限定で続々発売中、興奮を集めよう。ダゾーンモーメンツ、いやー、はい、お疲れ様です。いやもうね、もうこのステージが楽しすぎて、もうどうしようか、もう職業変えようかなと思ってたそう、FC 岐阜クラブアンバサダーの南波さんは毎回ホーム戦の試合前にこの日の見どころを楽しくサポーターに教えてくれています。三国選手が新しく移籍されているということで、はい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 、いかがですか、三国選手は。知ってました、三国連太郎の息子は佐藤浩一だって、はい、ちょっと三国違いなんですけど、三国選手の話が、三国選手の話今、はい、そうですよ、ずっと聞いてるじゃないですか、三国選手の話、そうですよ、お父さんじゃないかということで、やってみました、また今回も、はい、で今回も用意しております。怖い怖い怖い、まあ、前回なんか松本選手っていう話も聞いてましたし、はい、一応よく見ると一本だけなんか違う色があるんですよね。そういうことしてくるでしょう、まあ、これを選ぶかどうかは南波さん次第です僕ね、こういうやり方が一番好きなんです一番好き、本当よく分かってるわ、CCA の俺のこと、はい、じゃあ行きますよ、はい、行きますよ、はい、いいですか、はい、ほい、ほら、あー引いちゃいました、松本選手そうするともう、ぜひの松本選手のお話を、わかりました、お願いいたします。わかりました、松本拓也選手、まあ、確か今年で、3年目かな、
はい、の選手なんですけど、よくね、あのうちのスクールに顔を出してくれるんですよ。で今はあのまあ息子さんも大きくなってきてね、入ってくれて顔出してくれるんですけど、まだ息子さんがちっちゃい時からもあの顔出してくれてて、今年なんと試合で疲れてるにもかかわらずスクールに入って一緒にね子供たちをサッカーしてくれるんですよ。そんな選手いる？でもこれこそがJリーグ、Jリーガーですよね。子供たちに夢を、まさしく AC 岐阜は出会ってますから、はい、もう本当に来てくれてありがとう松本拓也ということです。これなんかこういうコーナーでしたっけ？なんかヘニキのあの赤い実は何だったんだっていう。なんちゃんの話を聞いて。いや今回はなんだかいい話で終わりましたね。いや、子供たちのスクールに顔を出してくるって言ってたじゃないですか、はい、昔のその、まあ、ベルディだとか、はい、そういうチームもすごくそれをやってたんですよ。ただ監督がいろいろ変わると、はい、その子供たちに例えば怪我をさせたらどうするんだ、逆に本人が怪我をしたらどうなるんだっていう、うん、その細かいそのプロ意識っていうところも若干あるんですよね、うんうん、でも僕は個人的にはね、はい、もう行って一緒にやってあげてほしい、うんうんうん、これがねやっぱりね子供たちがもう目を輝かせますから、うん、ね、いいことだと思いますね。本当ですね、はい、今や日本代表の選手もかつての代表選手が来たことでプロを目指したっていう話もよく聞きますからね、うんうん、はい、いやなんちゃん今日いいお話でした。はい、次回も楽しみですね。さあ続いてはトリプル G の全力応援部。はい、今回はコープ岐阜プレゼンツ FC 岐阜かけっこ教室についてご紹介するのですが、うん、今回はリポートしてくれるのはなんと懐かしのあの方なんですよ。誰やろう、誰なんでしょうか、楽しみですね、うん、それでは VTR スタート。皆さんこんにちは、元トリプル G のエミです。今日は現役トリプル G が大忙しということで王子の私が参りました。頑張りますのでよろしくお願いします。さあ今回はコープ岐阜プレゼンツ FC 岐阜かけっこ教室に参加させていただけるということで楽しみで仕方ありません。エミちゃんは足速い方なんですか？はい、速い方だと思います。陸上やってたんですか？学生時代は吹奏楽部だったんですけど、リレーの選手に選ばれるぐらい速かったので自信があります。ということでまずは 50m 走でエミちゃんの実力のほどを確かめさせていただきましょう。9秒4。遅っ。遅かった。今回紹介するこのかけっこ教室は2017年より県内の陸上競技場にて実施し、今年で6年目になります。今年からコープ岐阜が協賛し年間で5回行われます。走る時の姿勢や腕の振り方など速く走るコツを現役アスリートから教えてもらえるんです。指導していただくのは岐阜県恵那市出身の 110m ハードル選手和戸達也さんです。和戸さん、こちらのイベントはどういった目的で行われているんですか？はい、走りはどのスポーツにも基礎になるので、陸上競技を通していろんなスポーツを一番好きになってもらえるきっかけになればいいなと思って開催しています。今回私も参加させていただこうと思うんですけど、私も速くなれますか？もちろんです。一緒に頑張りましょう、ね、はい、頑張ります。よろしくお願いします。今回のかけっこ教室は高見ヶ原総合運動公園で開催されました。最初に走る時の姿勢を教えてもらいます。おへそがこうやって出てる。スタート、これでもダメ。
このかかととかかとを合わせてつま先を広げる。これだけでも十分で、気をつけをして足を戻す。これだけで腰の位置がバランスが真ん中になります。これ腰ピンです。続いては腕の振り方。基本的に腕が前に出る人は足が前に出ます。ここぐらいまで、だいたい口元って言われてます。で、生卵が僕はいいと思います。ギュって握りすぎたら割れます。割らない程度に握ってください。生卵です。腰ピンと生卵を覚えておいてください。いいですか。はい、行きます。よーい、ゴー。はい、よーい、ゴー。まだ1本いってない人、肩前おいで。停止しました。はい、ゆで卵です。はい、よーい、ゴー。最後は和戸先生とかけっこ競争です。参加してみてどうだった？速く走れる走り方とかいろいろ分かった。腕をできるだけグー握るとダメってことが分かった。サッカースクールに通ってるっていうことなんだけど、サッカーでも活かせそうって思ったところある？やっぱり走りたいとか指示するときとかにやっぱり走ることはすごく大事だと思うから、こういうところで言うと体力とか走りがすごく速くなることが学べて、まあ、すごくいい時間だなと僕は思いました。和戸さん、今日はとっても楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。このかけっこ教室は今後も開かれるんですか？はい、9月に土岐市で、あとは10月に大垣市と岐阜市で開催する予定です。詳しくはFC 岐阜のホームページをご覧ください。私もこの教室に参加して足が速くなった気がします。ありがとうございます。皆さんもぜひ参加してみてください。待ってます。お待ちしてます。さあ、最後に久世さんと戸塚さんに問題です。今から今朝走った距離をもう一度走ります。今朝は9秒48でした。さて、何秒になっているでしょうか？いやー、まあゆで卵握ってるのが変わんないですよね、多分ね。9秒2。やっぱりそれぐらいだよね。はい、8秒台いったら。いや、いかない、いかない、いかないですよ。頑張れー、最後まで、最後まで、偉そう。めっちゃ流行ってる。どうでしたか？めっちゃ流行ってる。8秒65。すごい、やったほら、速くなった。8秒65。やった。どの辺が違いますか？一歩がもう速かった。全部全部腕も振れてた。やった。ここじゃなかった？じゃなかった。ここまで来てた。え、ゆで卵ですかね。あと腰ピン。腰ピン、いや、すごいです。陸上始めたらいいです。始めた。ぜひ皆さんも早くなるので参加してみてください。待ってます。待ってます。えみちゃん、久しぶりなのに失礼しました。戸塚さん、思いっきり早くなってました ね。めちゃめちゃ早い、ね、見た目は変わんないですよ。そうですよ。でもあんな変わっちゃうんだ ね。半笑いでまだゆで卵握って走ってたもん ね。あれが生卵だと思った方がいいよね。七尾ちゃんは走るの得意なの？私は全然得意じゃないです、タイム覚えてる？タイムは9秒よりもちょっと早いぐらい。じゃあいい勝負だね。エミちゃんぐらいは走れるっていうね。なるほどね。いや、でもかけっこ教室すごくね、伸びる子もいると思いますんで、ぜひ皆さんも参加してみてください。さあ、では次のコーナー行きましょうか。はい、では私たちのもう一つの冠コーナー、トリプル G の1枚。今回の写真はこちらです。こちらは私たちが、私が初めてセンターサークル応援団として立たせていただいた時の写真なんですけど、初めてこうピッチのど真ん中に立って、すごいたくさんの観客の方たちを見た時にとても感動しました。感動するよね。なんかそこで戦っている選手たちがどんな思いかっていうのをちょっと想像しちゃうよね。そうです ね。この時でもマイクは握らなかった、握らなかったです、ね。はい、じゃあひたすら感動してたわけね。眺めてます。ね、はい、コメント言ってたことはこう緊張でそれどころじゃなかったと思いますが、はい、でもね、いい写真だなと思います。
さあそれでは続いてまいりましょうか、続いてはここだけの話を聞け、今回はどの選手の話が聞けるんでしょうか。それでは VTR どうぞ。緑の話を聞けのご覧の皆さん、 FC 岐阜のオンショルファンです。まあ、オーノチョルファンって名前で、まあ、チョルファンが長ければみんなチョルって言ってます。街並みはすごく気に入ってますし、長良川近くのところをよく散歩したりしてます。そうですね、まあみんな多分緊張する場面とかありますし、まあ自分だけじゃなくて、まあ、みんな緊張すると思うんで、まあ、あまりなんか緊張してるっていうのを、自分で思い込まずにもっとリラックスしていけばいいと思います。PK 取られて、まあ、この流れを止めて、で自分たちの流れに変えていこうっていうのを強く思ってました。前回で、折り返し地点で、これから後期始まりますけど、まあ、僕たちはもっともっと上の順位を目指して頑張りますので、サポーターの皆さんの後押しが必要だと思ってます。一人でも多くスタジアムに来てくれることを、願っています。よろしくお願いします。はい、ということですごく大野選手の人柄が伝わってくるコメントでしたね、うん、PK 止めた時にはすごく熱い表情をしていて、そういった面も、ぜひ応援していきたいなと思いました。さてここだけの話を聞けでは皆さんからの質問も募集しております。ではここで番組からプレゼントのお知らせです。まずは冒頭にお伝えしましたプレゼントのお知らせです。田中純也選手のサイン入りユニフォームを抽選で1名様にプレゼントいたします。宛先はご覧のところまで、締め切りは9月1日となっております。番組へのご意見なども添えてご応募ください。 FC 岐阜の最新情報については FC 岐阜オフィシャルサイトでご確認いただけます。チェックしてくださいね。また緑の話を聞けはインターネットでもご視聴いただけます。ウェブ動画では試合映像を使用していませんが、それ以外はそのまま見ることができますよ。それでは番組に届いたメッセージをご紹介します。はい、岐阜市のみおちゃんさんから、いつも CCN 見ています、うん、私には3歳になる甥がいるのですが、将来は FC 岐阜の選手みたいなサッカー選手になりたいと言っていました。うん、戸塚さんこういうの嬉しいですね、うん、本人がもちろん言ってんだもんね。いやそうですよね、甥がいるんですが、うん、私はっていう、もう3歳でサッカーやってるってもうブラジル人って感じだよね。本当に最近増えましたよ。だって俺なんかも小学校5年生からの11歳ですよ。へえ、それでプロになったんですか。逆にすごいです、ね、たまたまですよねそれはね。いやいやいや、たまたまで日本代表になられちゃうのたまたまじゃありません本当に。そうですか、素敵なメッセージありがとうございます。あと七尾ちゃんのメールの読み方がすごい素敵ですね。もう一ついきましょうからね。はい、蟹市の土井さんから、戸塚さんメガネ毎回変えてる。あら、すごいとこ見てます ね。毎回は変えてないんですけど、一応ちょこちょこは変えてるんですよ。白縁だったり、はいはいはいね、ちょっと衣装にちょっと、ね、うんうん、合うような感じとか。でも今回はグリーンで、はい、視聴者さんこんだけ見てるってことはちょっと意識しちゃいますねこれから。あ、なんかメガネとか送ってもらえないかな。でも老眼入ってますからね。そうですね、はい、レンズがお高くなっております、はい、ご注意ください。さあ、セカンドステージという言葉もいただきましたが、はい、うん、いよいよね、もう本当に折り返しました、はいはい、ここからの岐阜ですよね。そういう気持ちで僕らも応援しましょうよ、うん、そうですね、はい、それで最後に本当に、うん、ひっくり返せたら、うんうんうん、もうそれは儲けもんじゃないですか。本当そうですね、うん、もう一度はもうね、消えかけた炎だと。優勝、そうですね、七尾ちゃんのトリプル G も僕らも一緒に応援していこうね。はい、頑張りましょう、ね、頑張りましょう。それでは緑の魂をあなたに、緑の話を聞け。